はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、1年に一度はの 1年に1回だけぐらいで、OK なお酒を紹介しましょう。紹介しましょうっていうこちらです。じゃーん、大関の甘酒。大関甘酒、あれですね、ワンカップ大関の、これ甘酒です。甘酒はね、大体ね、1年に1回ぐらいはね、ちょっとね、飲んでみたくなるんですよ。若干。で、今、あったかくしました。ね。これ、風邪とかにはいいんですよね、多分ね。風邪ひいた時とかには、甘酒、多分結構栄養、あるんじゃね？敵だね。100円で、ダイソーで売ってたんで買いました。大関蔵元、像、何の甘酒。当商品はアルコール度数を 0.8% 含んでいます。自動車の運転やお子様の飲用にはご注意ください。原材料名が、砂糖と酒粕とでんぷんと、でんぷんじゃなくてでんこか、これ。生姜と蜂蜜と食塩と酸味料。あ、結構生姜も入ってんだな。これ結構風邪ひいた時に良さそうですね。で、内容量が 190g。で、製造者が大関株式会社。大関、これは兵庫県の会社ですね。では、乾杯。熱い。あ、甘い。あれやな。なんだろう。すっげえ久々に飲んだ気がする。3年ぶりぐらいに飲んだ気がする。3年どころじゃねえか。5年ぶりぐらいに甘酒飲んだ気がするけど。味覚が変化したからかわかんないけど、これ美味しいですね。うん。これ美味しい。今まで飲んできた甘酒が美味しい気がする。なんでだろう。いや、美味しいのかもしれない。あんまり甘くないですね。うん。大関甘酒。うん。蔵元ならではの搾りたての酒粕を使用した本格甘酒。そうだ。スーパーにですね、俺が以前飲んだ、新潟県の、腰の影虎っていう、日本酒があるんですよ。それの酒粕が売ってました。多分、甘酒を作るのに、自作するときに、酒粕が使うと思うんだけど、これ結構、あれだな。うまいな。昔はね、甘酒すっげえ嫌いだったんですよ。なんか吐き気を催すレベルで嫌いだったんですけど。うん、確かにほんのり生姜の味がする。蔵元ならではの搾りたて酒粕を使用し、新鮮な味わいを生かした本格甘酒です。生姜の風味と蜂蜜のすっきりとした甘みが特徴。温めても冷やしても美味しくいただけます。これうまいぞ。まさかのうまいぞ、これ。やばい。うまい。これうまい。これちょっと、アレンジしてみようかな。ユッキーのアレンジ講座。
てってけてってってーん。てんてけてけてけてんてんてん。てんてけてかてかてんてんてん。ここに用意するのは、じゃーん、日本酒。木薬の、これは、木比べる。まあ、普通酒。ですね。これを、ぴゃっと入れます。で、これを、ぴゃっと入れます。まあ、同量ぐらい。同量ずつぐらい入れたらこれ美味しくなるんじゃねっていう。スペシャル。1分クッキング。30秒クッキング。完璧。もうちょっと甘酒を足す。いただきます。あ、酒粕じゃねえ、甘酒を2に、日本酒1ぐらいがちょうどいいかも。あの、アルコールが 5% ぐらいの甘酒みたいな。うん。あ、美味しい美味しい。これちょっと、もうちょっと温めよう。あ、うまい。これ自作、甘酒自作する、してもいいかもな、これ。はまっちゃったかもしんない。多分、簡単に作れるんじゃない？意外に。でね、いろいろね、売ってるんですよ。甘酒って。まあ、当たり前だけどさ。酒蔵、いわゆる、まあ、日本酒作ってるところなら大体、あの、酒粕っていうのが結局、副産物として酒粕っていうのができるわけですけど、ねえ、あの、日本酒作った後のね、あれですけど。それを結局、まあ、砂糖加えて、あと水とか加えればできるんだろうけど。うん。あ、うまい。これね、このね、あの、甘酒ね、わかった。あの、キメが細かいんだ。俺が今まで飲んでたのって、あの、いわゆる、こしあんじゃなくて、粒あんのパターンね。もう粒が粒々してるやつ。もう米がね、ダイレクトに残ってるタイプなんですよ。これはね、結構ね、あの、それだとやっぱ飲みづらいじゃないですか。ここら辺が、イガイガするっていうかさ。だから、これはね、あの、ほとんど原型ないんで、あの、米の形が残ってないタイプ。うん。あ、ね。甘酒は、ぶどう糖でできてるので、結構甘いらしい。で、ブドウ糖はすぐに体に吸収されるので、まあ、風邪の時とかにはいいみたい。で、だがしかし、実は、危険もあるみたいです。今ちょっとググりましたが。どんな人が甘酒を飲むと危険かというと、高血糖を悪化させる危険がある。糖尿病を診断されている人、または高血糖を指摘されている人はやばい。
やめといた方がいい。で、アレルギー症状を悪化させる危険。アスペルギルス属の過敏にアレルギーのある方。カンジダ症のある方は開かない。あかんと。だって。なるほどね。あ、うまいわ。甘酒作り方でググってみよう。これうまいな。しかも温めて飲むとね、なおさらうまい。うん。甘酒の作り方。うん。米麹と、いわゆる酒粕だよね、これって、ね。違う。米麹。酒粕で作るんじゃないの、これって。甘酒って。ああ。ん？酒粕じゃないみたいですね。あ、酒粕で作らないんだ、もしかして。酒粕じゃない。あ、でも酒粕で作るやり方もあるみたいですね。うん。酒粕を 100g。で、水が 500cc。砂糖大さじ3。塩一つまみ。で、生姜を、お好みで。なるほど。鍋に酒粕と水を入れる。加熱して砂糖と塩を加える。あ、終わりだって。今度、あれ、スーパーでさ、酒粕売ってるからさ、結構大量に積み上がってんだよね。多分ね、酒粕って買うやついるのかなって、まず。そもそも甘酒をわざわざ作って飲むかって人間がいるかって話よね。あ、でもこれうまいわ。これすっげえうまい。まあアルコール 0.8% しか入ってないけど、そこはね、そこはもう自分で酒を加えてな。自分で日本酒を加えることによって。自分で日本酒を加えることによってですね。適度に。ね。ああ。やばい。酒粕今度買ってこよう。酒粕買って甘酒作ってこい。今度は甘酒作りますよ。うまいなぁ。見直したぞ。大関酒造。ん？大関酒造ではないの、これ。大関株式会社。ワンカップ大関とかいう、恐ろしくまずい、日本酒というか安酒、もはやあれを日本酒と呼んでいいのかっていうレベルの、もうあれ料理酒じゃねっていうレベル。もう料理酒に使うのが、あれもう料理酒だと俺思ってるからね、ほとんどね。うん、まずすぎるから。だけどね、あ、美味しいわ。ああ。なるほどね。
程よい甘さがあるんだけど、やっぱり甘すぎないっていうのがやっぱりあれでしょうね。うん。甘すぎないからこそこう、あれなんだろうね。結構、もう一杯、もうね、飲んじゃって。あ、すげえ。もう、一瞬で飲んじゃった感じ。ワンカップ大関、見直したぞ。創業1711年らしいぞ。大関。ほんとか。なんか300年以上。続いている会社みたいですよ。へえ、それ知らなかった、普通。っていうかさ、最近さ、俺さ、あの舌がさ、あのおっさんになってきてさ、あののかさ、わかんないけどさ、結構日本酒ガーガー開けてる。結構あの飲んでるんですよ。まあ、紹介したけどさ、一升瓶結構飲んでて、昔では考えられないんですよね。うん。結局昔では、あの日本酒俺嫌いだったから、ほとんど飲まなかったんですけど、意外と、あの、日本酒、飲める、あの、体になってきたかもわからん。もしかして。だからちょっと、ね、今度買ってきて、あの、ワンカップ大関ね、買ってきてみようかなと。実験でね、もう一回ね、舌が肥えた状態でね、もう味噌汁ですから、とうとう。味噌汁突破したんで。ね。でね、あの、ワンカップ大関のね、メーカーのね、サイトに行くとね、結構ね、いろいろ書いてあるんですよ。で、あの、ワンカップの種類が、1、2、3、4、5、5種類？違うな。1、2、3、4、5、6種類あるみたいですね。うん。どうやら。で、粉まいきにもっていうのもあれなんですけど、実に粉まいきにもですね、ワンカップ大吟醸とか、ワンカップ大関大吟醸プレミアムとかって書いてある。なんなんだこれ。そんなようなのもある。粉まいきにね、ワンカップ大関ごときが、あの、大吟醸出してる。しかもワンカップで出してるって。これすごいよ。これは、まあ、これはなかなか、ね、俺ね、結構ね、あれなんですよ。凝り性っていうか、なんつうかな、シリーズが全部を飲んでみたい、ちょびっとでいいから。こうちょびっとでいいから、ウイスキーとかもそうだけど、こう、いわゆるノンエイジのウイスキー飲んで、で、12年とかのやつを飲んで、こう、で、飲み比べとかも
したいたちなんですけど、ただ、ああいうウイスキーとかって、やっぱり、フルボトルしか大体ないんですよね。12年とかになるとね。まあ、ハーフサイズもあるんですけど、ハーフサイズとかだとちょっときつい。やっぱり、もう、ミニボトル、50cc ぐらい入ったやつ、あんぐらいでいいんで、うん。だから、いわゆるバーでさ、ワンショットだけ頼むみたいな、そんぐらいのさ、感覚で飲みたいわけなんですよ。ちょびちょび、こっち飲んで、こっち飲んで、みたいな。で、いろいろ種類があるから、こう飲み比べて、で、やっぱり、その後で、こう、フルボトルを買う。ボトルを買いたいわけ。まさにこのワンカップ大関は、ワンカップで出てるから、そういう意味だとすごいありがたいですね。しかも大体これコンビニとかでも売ってるけど、まあ大体100円とか、なあ、150円とか多分そんぐらいだと思うけど。うん。なんでね。まあ、まずかったらまずかったで。ああ、やっぱ30歳の俺でも、ワンカップ大関はクソまずい酒でしたで終わるんだけどさ。でも、ワンカップ大関の、この大関の甘酒を、ね、うまいって言いながら飲み干したわけですから、これは意外と、いけるんではなかろうか。でもさ、関係ねえ話だけどさ、昔からさ、昔、俺が小学校ぐらいの時、これがコップだったからね。うん。これがコップだったんですよ。昔。懐かしいな。ここら辺にメモリが書いてあったりする、日本酒があるんだけど。それで飲んでた記憶はありますね。俺が小学生ぐらい、低学年ぐらいの時。多分相当うちは貧乏だったんだろうな。これを見るとね、これでね、ジュースとかをね、飲んでた。うん。まあ、今で考えるとなんでなんだろう。とは思うけどね。確かに。ということで、これは買いですね。うん。これ実にうまい。コクは、うん。まあ、あるでしょうね。甘みは、多分、チューハイと、同じぐらいの甘さか、まあ甘いは甘いんだけどさ。美味しく飲める範囲ですよね。で、香りをね、そんなにしないですね。酒の独特の、日本酒独特の香りもそんなにしないし。で、生姜の香りがやっぱほのかにあるっていうのが特徴かな。これは買いですね。100円ダイソーで。ダイソーでもどこでも多分売ってると思う。443、5つ星。ご視聴ありがとうございました。